チャージは、文章学及び気象学における、エスカッシャン上のフィールドを占める図のことである。チャージは、動詞でもあり、例えば、エスカッシャンに3頭のライオンが描かれているならば、それは、3頭のライオンがチャージされているという。また、チャージそのものに、さらに、チャージを重ねることができ、フィールドの分割とチャージは、明確に区別されている。単に、チャージといった場合に、 それを、フィールドに重ねる図として、厳格に捉える解釈と、抗議に捉えて、フィールドの分割を含む文章に描かれる、あらゆる図案を指すものと考える解釈があるが、ここでは、前者の解釈を用いる。古来から文章に用いられてきた単純な図形である、オーディナリーは、チャージに含まれる。オーディナリーは時折、プロパーチャージと呼ばれ、その他のチャージは、 コモンチャージとして知られている。フランス語の紋章技術の中では、オーディナリーはピエスと呼ばれているが、その一方で、シールド上のどこにでも置くことのできる、その他のチャージはムーブルと呼ばれ、これは移動可能なを意味する英語のモービレに相当し、同じ語が現代のフランス語で家具を意味している。サンドアユレの紋章チャージには、動物や植物などの生物、 様々な物体、幾何学的な文様が含まれる。また、文章学に特有であるチャージに加えて、自然や神話、工業技術に至るまで、あらゆる分野に見られる幾多のものが、文章に表された。近年の文章の中には、ルクセンブルクのサンドアイウレの文章のように4発のエンジンを備えたジェット機のチャージまである。時折、チャージの後にその意義や趣旨または、比喩が、 文章記述の中に与えられることもあるが、これは、通常、文章学上の道徳にかける、見苦しく適切でない方法であると考えられている。森守。ヨーロッパの文章。文章学入門。シリーズ文章の世界愛ピアニッシモ p 9 4ワイズテレンス。中世の文章。名誉と威信の継承。ピアニッシモ P14、スレーター。 スティーブン、ザ・コンプリート・ブック・オブ・ヘラルドリー、ピアニッシモ、P95。ありがとうございます。